甲賀三郎作く。休校十三時間。箱根山にかかると車内もだいぶ落ち着いてきた。午後十時半だ。ただ、私の前に席を閉めた異様な二人。一人は五十くらいの色の黒い頬骨の出た目のギロリとした一癖ありそうな男。一人はもう七十近いかと思われる 白髪の老王だが、その二人が、そもそも出発の初めから、ぼそぼそ話が気味の悪い犯罪の話ばっかりだったが、まだやめようとせぬ。それも、記者が午後八時、東京駅を滑り出してから、しばらくは、車内の喧騒、騒然たる会話や、座席の上に立って、雑然と網棚の上に放り上げた荷物を整理する人、 駅に泊まるごとに、せわしく、弁当や、茶の売り子を呼ぶ人。それに、車内にもうもうと立ち込めたタバコの煙。それらの中で、途切れ途切れにしか聞こえなかったが、行儀の悪い乗客たちが、食べるだけ食べて、散らかすだけ散らかして、居眠りを始める頃になると、一言一句が、はっきり耳に入って、 私の神経はいよいよ苛立ってきた。そこが難しいところでな。頬骨の出た男が言うのだ。脅迫というやつは、される方に弱みがあるんで、なかなか訴え出ることができん。この犯罪は、防ぐのが一番難しいう動かしようて。まったくそうじゃ。老王は、白禅を震わしながら答えるのだ。 これからは悪事へのある奴がますます添えるから脅迫は増える一方じゃのう。私は右隣に座っている私の護衛の私立探偵を盗み見た。彼はふんぞり返って目をつぶっている。私はしっかり内ポケットを押さえた。一体この二人は何者だろう私は はじめから窓際に席を取るつもりでいち早く車内に飛び込んだが、もう前に頬骨の出た男はちゃんと座っていた。それから私立探偵が私の隣へかけると、白髪の老王は老人とも思える敏少さでその前の空席を取った。これで四人が膝を交えたわけだが、前の二人は間もなく会話を始めた。 どうも前から知り合った間ではないのだ。それに、二人とも遠方へ行くにしては、一向荷物らしいものを持っていないのだ。気のせいだが、老王の白髪や白禅が、どうもくっつけたように思える。私は、身内が引き締まるようだった。実は、私の内ポケットには、百円札で、一万円という大金が入っているのだ。 どうして私のような一階の学生がこんな大金を持っているのか。これには訳がある。これは大阪にいる私の友人の A に持ってきてある金なのだ。友人の A ではわからないが、氷菓子の A といえば誰知らぬ人はあるまい友人は彼の一人息子なのだ。氷菓子の A は 人も知る通り、代表的の主戦度だ。貪欲で、冷酷で、狡猾で。金のためなら人情は切れたわらじほどにも思っていないのだ。それに反して、彼の息子は、竹質な感情家だった。だから、無論、会うはずがない。友人はいつでも彼の父を罵っていた。彼と私とが会うと、 いつでも、いかにして彼の父から金を引き出すべきかということを、高級した。私たちの考えによると、彼の父から少しでも余計に金を引き出して、有用なことに使うのは非常に必要なことで、彼の罪滅ぼしになり、我々にとっては、一つの社会奉仕であると思っていたのだった。二人はいろいろと知恵を絞ったが、どうしてどうして、彼は、 我々ごとき青二歳の気上の計画に乗るようなことはなかった。で、いつも失敗だった。夏休みが始まると、私たちは懲りもせずに、また彼から金を取り出す相談を始めた。そのうちに友人は大阪へと旅立ったが、彼はふとある計り事を思いついたので、私と東西こうしてことを挙げたのである。 テージナの種は、ちょうど友人が大阪に着いて間もなく、そこに二つの大きな脅迫が起こった。これは、新聞にも行々しく伝えられて、警察避難の声も上がったぐらいだから、知ってる人もあろうが、ある凶暴な団体。事実は、何人の仕業かわからないが、が、脅迫状を送って、二人の不号から莫大な金を巻き上げたのだった。 友人はこれにヒントを得て、脅迫団の名を無断拝借して、父親を脅迫しようとしたのだ。私は、なんだか探偵小説で、これと似たようなことを読んだような気がする。友人もそれから思いついたのかもしれない。そこで、友人は、自ら脅迫団を名乗って、巧みに筆跡を隠して、彼の父に、彼の身代金を請求して、 創籍を喰らました。そして、私のところへは、彼自身の震えた主席で、生命の危険を訴え、助力を孔てきたのである。私の役は、彼の手紙を携えて、鏡画の表情で、彼の父のところへ駆けつけて、彼の父を解き伏せなければならないのだった。これは、なかなか大役だ。 彼の父はさすがに老狽していた。彼は警察へ訴えることを主張した。しかし、警察沙汰になっては何もならない。私は脅迫団の凶暴なことを説いて、一人息子の命には変えられないからと、一生懸命に脅迫団の命に従うことを勧めたので、彼はしぶしぶ承知した。そして、脅迫を指定の通りに、 現金を大阪の傍地で渡すために、私に大阪まで金を持参することを依頼した。私はそれを快く引き受けた。百円紙幣の一束で一万円を受け取った時には、さすがにちょっとうろたえた。金らしく見せない方がいいと、無造作に新聞紙にくるんでくれたので、私はそれをしっかり内ポケットにしまい込んだ。 私は、一時も早く旅立って、友人を喜ばせもし、自分の責任を逃れたいと思って、下宿に帰るとすぐに支度を始めた。うとを気がつくと、机の上に封書が載っている。私の名が書いてあるきりで、明らかに郵便で来たのではない。裏にも何も書いていない。女中を読んで聞くと、さっき、ャフが持ってきたという。私は、 不審に思いながら開封したが、読んでいくうちに、あっと声を上げた。正義のために、富豪を罰する我が団体の名を、断りなく語りて、私欲のために、肉心を欺くその罪、大なり、速やかに、何時の得たる金を差し出せ、しからずんば、我らは、暴力をもって、 って、何時に、望まん。罰罰団。ああ、それは罰罰団の脅迫状だった。彼らはどうして我々の計り事を嗅ぎ出したろう。どうして、私の成功したことを知ったのだろう。そして、一体私はどうしたらいいんだろう。今更私は、警察に訴えることはできない。そんなことをしては、 私たちの計り事が払われてしまう。かといって、飲め飲め金を差し出すのも嫌だ。それに、脅迫状には、どこへどうして金を差し出すのかが指図していない。ままよと度胸を決めたが、とにかく一人で危ない。私は、私立探偵を頼むことにした。私は、かねてから、木村清という私立探偵のことを聞いていたから、彼のところへ行った。 ところが、あいにく彼は不在だった。私は、がっかりして外を出ると、運のいいことには、ばったり彼の帰ってくるのに出会った。もっとも私は彼の顔を知らなかったのだが、さすがに彼は探偵だ。私を見ると、男らしい聡明そうな顔をニコニコさして、私は木村ですが、私のところへおいでになったのではないかと尋ねてくれたのだ。 木村は、私の依頼を聞くと、心よく引き受けて、彼の部下を私に付けてくれることになった。今、私の隣に寝ているのがそれである。大方、寝たふりをしているのだろうが。こういうわけで、私のポケットには、一万円の金が潜んでいるのだ。そうして、私は八方に、気を、配らねば、ならないのだ。 怪しい二人の男はいつの間にか変装の話を始めている。西洋の探偵小説を読みますとな。頬骨の出た一癖ありそうな男が言う。彼はなんだかポリポリ食べている。変装ということが盛んに行われているが、これは日本人にはなかなか難しいことですって。さようさよう。 老人は元気よく答える。昔はなあ、曲げを言うとったから、なんじゃ、武士になったり、長人になったり、多少は姿が変えられたって。俺なども、上野の戦争で逃げた時には、戦術で長人の姿になってな、いやあ、危ない目に酔ったもんじゃ。おお、上野の戦争とは古いことですな。頬骨の男は驚いている。 そして、膝の上に置いた小さい缶の中に手を入れては、ポリポリ食べている。見るとそれは、南京豆だ。彼の足元はモうすに及ばず、私の膝の上まで甘川が散っている。どうです、一つ。彼は、ヤブカラ棒に缶を老王の前に突き出した。いやあ、そいつはいかん。カメ仮面メン。 老人は手を振った。さようかなあ。わしはこれが大好きでな。ビタミンを含んどるということじゃ。彼は一つつまんで口へ入れた。私はふと老王の横顔を見ると、あっと心の内で叫んだ。私はある探偵小説に親子兄弟などというものは真っ向から見て似た分子がないようでも、横顔を見ると、 共通したところがあると書いてあるのを読んで、それ以来、電車の中などで、親子らしい二人連れや、兄弟らしい二人連れを見ると、横顔を比べては、なるほどと感心していたが、私は今、大発見をした。それは、変装は横から見ると見破りやすいということである。前にいる、白髪の老人の横顔の輪郭が、なんと、若々しく張り切っていることだ。 彼は、確かに、老人ではない。変装しているのだ。そう思ってみると、いかにも、巧みに、地の毛のように見せかけてはあるが、どうもカツラらしい。私は、探偵に注意しようと思って、そっと彼の方を見ると、彼は相変わらず、頭を後ろの板に押し付けていたが、目をほっそり開けて、老人の方を狙っていた。彼も、 気がついているのだ。記者は駿河湾に沿って走っている。総外は真っ暗だが、海らしいものが見分けられる。涼しい風が汗でネバネバした肌を気持ちよく撫でてゆく。真夜中の十二時だ。やがて記者はだんだん速度を落とし始めた。ガラガラと左右に揺れると、スーッと ちょっと薄明るいプラットホームに入った。静岡である。乗客はまた騒ぎ始めた。プラットホームで売り子がやかましく怒鳴りながらせわしそうに走り回る。私の前の二人は会話をやめた。頬骨の出た男は片手で南京豆の缶をわしづかみにして腰のあたりに当てながら窓から半分体を乗り出していった。 白髪の老人の方は目をつむってうつらうつらしている。静岡ですか。やっと目を覚ましたらしく見せた探偵は敷島に火をつけながら聞いた。そうです。私は左の肘でしっかり上着のポケットを押さえながら答えた。なかなか蒸しますな。ええ。 上着をお取りになったらどうですか大丈夫ですよ。彼は意味ありげに微笑みながら言った。ええ。私も微笑んで答えた。うつらうつらしていた前の老人がちょっと目を開けたがすぐに物上に閉じてしまった。記者が静かに動き出した。頬骨の出た男は体を引っ込めると ドスンと腰をかけたが、一人ごとのように、チェッ、とうとうタイ飯を買い損ねた。と言って、隣の老人を見たが、居眠りをしているので、彼は荒々しく南京豆の缶に手を入れて、ポリポリ始めた。かと思うと、彼は突然缶を私の前へ突き出した。どうです君、一つやりませんか私は面食らった。 すわれをしながら、いや、どうも、と、不得要領な挨拶をして終わった。どこまで行くんですか彼はすぐに、南京豆の缶を撤回して、膝の上を置きながら話しかけた。ようほど、話しすぎだと見える。大阪までです。君は、若いにも、似ず、料理がいいな。 彼の話は少しも連絡がない。上着をよく着てられるね。私はドキンとした。何と思ってこんな質問をするのだろうか。ええ。私は曖昧な返事をした。君はこうかですね。相変わらず質問は突飛だ。ええ、そうです。 何かだね。機械化です。機械科。富山君はどうしてるかね。富山というのは機械化の磁石教授で世界的科学者だ。相変わらずご研究です。ご存知なんですかいや何知ってるってほどじゃない。そう言って、膝の上の南京豆の缶に手を入れたが、 君は、南京豆は嫌いかねいえ、そういうわけじゃないんですが。安くてうまいもんだね。ビタミンを含んでるというよ。いに毒じゃな。さっきから目を覚ましてニコニコしていた牢が口を挟んだ。なに、毒じゃない。そう言って彼は牢の方を向いた。 南京豆に始まった私との会話は南京豆でおしまいになった。記者は闇をまっしぐらに走っている。車内を見渡すと大半はもうさまざまな格好をして寝入っていた。隅の方で時折大きくうちわを使う音がする。専務車掌がよろめきながら 荷物を並べた狭い通路は歩きにくそうに通っていった。午前2時だ。私の目はますます冴えるばかりだ。日本も近頃はなかなか奇抜な犯罪が増えたって。老王が言った。またしても犯罪の話だ。さよ、西洋に負けんようになったね。 こんなことは、西洋に負けてもあかんがな。交通機関が発達したからな。日本だけを受けれてるわけにいかん。それに、日本は人間が多すぎる。これが犯罪のもとなんじゃ。じゃあ、人殺しを奨励するかのそうもいかんて。しかし、これは、人を減らすには、一挙両得じゃ。 老人のくせに乱暴なことを言うのには驚いた。私の隣の私立探偵も目をパッチリ開いて老人の顔を見た。そいつは乱暴だ。ほうぼれの出た男が言った。まあ、うまいようにするんじゃな。それは俺は反対じゃ。国が弱なるて。国が強なっても、 食えなくては困る。こう言って、頬骨の男は、急に思い出したように、また、南京豆を食べ始めた。汽車は、偶然たる音を走って、天竜川の鉄橋を渡った。やがて、速度を緩めて、浜松駅に入った。乗客のある者は眠そうな目をとろりと開けた。 窓から顔を出して駅名を読もうとしている人もあった。何を思ったか、探偵がスックッと立って出口の方へ歩んでいった。彼が出口にたどり着いた自分に、老王がまた立ち上がって、腰を曲げながら出口の方へ向かっていった。二人はなかなか帰ってこなかった。出発の合図が鳴っても姿は見えない。 そのうちに、そろそろ記者が動き出した。私は、不安でならなかった。ただ一人残った、頬骨の高い男は、窓に頭を当てて、ぐぐ寝込んでいる。私は、取り付く島がない。不安を押し隠すように、上着を皮脂と掛け合わせた。記者が、 ガタンと揺れた拍子に、前の男は目を覚まして、キョロキョロとあたりを見回した。まだ、帰ってこないな。彼は一人ごとのように呟いた。私は素早く機会を捉えた。あのお年寄りは、ご友人ですか友人のような、友人でないような。 相変わらず人を食った親父だ。まあ、友人かな。もとも、昨夜から今にかけて友人になったんだが。じゃあ、前からのお知り合いじゃないのですか。そうじゃない。あの方は、本当に、お年寄りですかまあ、そうじゃろうな。なんだか、変ですが。 私は思い切って言ってみた。変かねええ、変です。うーん、君はなかなか偉いな。彼はじっと私の顔を見ていたが、君の隣にいたのはあんだね。私の連れです。あれもおかしいね。え 演奏しとるよ。そ、そんなことはないでしょう。私は慌てて打ち消したが、考えてみると、彼は、夕べ木村探偵の添え状を持って東京駅にやってきた彼の部下で、私を護衛してくれることになったので、いわば、私には初対面だし、彼は何かの必要があって、変装しているかもしれない。変装しとるよ。 君にわからんかね私は何と言ってよいやらわからなかった。君の古くからの馴染みじゃあないね。ええ。私は小さい声で答えた。彼の乱乱たる目にいすくめられて終わったのだ。うーん。心理作用じゃな。君は 俺の隣の男を老人でないと言った。それは、つまり、疑っとるからだ。それに君は、君の隣の男の変装を見破ることができない。つまり、信じとるからだ。信じているのと、疑っているのとほど、結果に影響するものは少ないな。犯罪の成功不成功も、つまり、これだ。 信ぜられてると、やすやすと成功するし、疑われてると失敗するに決まっている。彼は、こう言いながら、人は忙しく、例の缶の中を探っていたが、あいにくも、う南京豆が残り少なくなって、なかなかつまみ出せないのだ。彼はとうとう、缶を斜めにして、覗き出した。それから、黙っている私をじっ と、眺めながら。君は、何か大切なものを持っとり合わせんか。と、言った。私は飛び上がるほど驚いた。思わず、ポケットを上から押さえた。はっあ、持っとるな。左のポケットの中に。金かな。私は青くなった。ああ、この、色の黒い頬骨の出っ張った、 目の鋭い男は何者だろう。探偵は、なぜ早く帰ってこないのだろう。記者は、浜中を突破していった。午前三時だ。ふんふん。金を持っとるとすると、なかなか危険だな。君の相手は、容易ならん奴だよ。君はさっきから、上着を一生懸命押さえているが、あるいは、もうすり替えられたかもわからんぞ。 絵体の知れぬ男は、真面目な顔をしながら言った。私は、催眠術者の暗示にかかったように、ポケットの上から新聞包みをなぜてみた。ところが、気のせいか知らん。なんだか、手触りが違うように思えるのだ。私は、不安でならなかった。横を向いてそっと取り出してみたが、やはり、 元のままだったので、ほっと安心して、また、ポケットに収めた。あったかね。だが、上包みだけでは安心できんよ。あいつらは、うまくすり替えるからね。私はまた不安を感じてきた。中を改めたくてたまらなかった。一度、ポケットに手を入れかけたが、ふ、えっと気がつくと、 チクシャンと思った。彼は、彼の面前で、私が紙包みを開けるのを待っているのだ。彼の仲間に、私の探偵をどっかへおびき出させ、私に不安を感じさせて、金包みを改めさそうというのだ。そうして、その隙を狙って奪おうというのだろう。その手に乗るものか。私は、 額体から汗をだらだら流しながら、右手を内ポケット入れて、しっかり紙包みを握った。が、何とも言えない不安が襲ってくる。すり替えられたか知らん。そんなはずはない。だが、あの怪しい老王はどうしたのだ探偵はここで金を改めたって、寝ているとはいえ、乗客を満載して走っている急行列車の中だ。 街灯で子供の手から奪うようなわけにはいくまい。調べてみよう。その方が安心だ。私は横を向いて素早くポケットから包みを引き出して封を切った。手早く開けてみると中から一束の紙幣が出た。一番上に見覚えのある新しい百円紙幣が代表的に現れている。私は アンドの胸をなでおろすとともに、急にバカバカしくなった。が、未だ不安だ。紙幣の束がなんだか違うような気がするのだ。私は、バラバラと束を食ってみた。ああ、やられた束は、上の一枚と下の、一番下の他は、巧みに見せかけた西洋紙の方がに好ぎなかった。 私は、老狽した。私の手は無意識に、偽紙幣の束を食っていた。<laughs> やられた。私は、どこですり替えられたのだろう。やられた。私は、力なく呟いた。えやられた私に、いまいましい暗示を与えた。 頬のこけた男は腰を浮かして小声で叫んだ。その表紙に膝の上の南京豆の缶がガチャンと床に落ちた。二三人の乗客が私の方をびっくりしたように見た。記者は再び止まろうとしている。午前三時半だ。豊橋駅に止まって、それから動き出すまで、 私はどうしていいやらわからなかった。駅員に訴えようか。そんなことは無効だ。前の男に相談してみようか。いやいや、うかつなことはできない。私は、涙ぐんできた。大阪駅に出迎えてるはずの友人の、とがめるような残念そうな顔が、目の前に浮かんできた。 前の男を見ると、目を閉じて、何か、木相にでもふけっているような格好をしている。ああ、私の探偵は一体どうしたのだろうか。腹立たしさと悔しさとで、私は、哀れな私自身を思うさま打ちのめしたくなった。ところへ、思いがけなく老人が帰ってきた。そして、老人が席につっかつかないかのうちに、探偵が姿を現した。私は、 ほっと救われたような気がした。探偵が近づくや否や、私は立ち上がって、訂正で、すべての出来事を彼に囁いた。彼の顔色は、みるみる青ざめて、目は乱々と光り出した。彼は、すっくと立ったまま、前の老王をじっと睨んだ。私は、初めてこの探偵を頼もしく思った。探偵は、無言で老王の肩を叩いた。 そして、さっさと戸口の方へ歩き出した。老王も、無言でのろのろ立ち上がると、彼の後を追った。前の男はどうしたことだ。これだけの出来事を、まるで知らないふりで、仰向けざまになってぐーぐー寝ている。足で蹴っ飛ばしたと見えて、南京豆の缶が横倒しになったまま、私の足元に転がっている。私は、彼の隣と、 私の隣との二つの寂しい空席をぼんやりと見つめた。私たちの巧妙に運んだ計画はいつになく立派に成功したのだったのに、私の不注意のためにすっかりダメになってしまった。だが、私はいつすり替えられたのだろう。金をポケットに入れてから下宿に帰って、それから探偵の事務所を訪ね、それから停車場に来るまでだいぶ時間はあったが、 その間、注意の上に注意して、上着をしっかり上から押さえ詰めにしていたのだ。どこですり替えられたのだろう。私は、どう考えてみてもわからなかった。友人に、何と言ってわびればいいだろう。友人は、どんなに落胆するだろう。探偵はうまく取り返してくれるか知らん。とても難しいだろう。私の頭は、 取りとめのないことで渦を巻いていた。夜はいつの間にか明けて、すがすがしい朝の空気が、もやに閉ざされた外から飛び込んできた。乗客はざわめき出した。午前5時、名古屋駅に汽車が止まると、乗客は割れがちに車を飛び出して、洗面所に駆けつけたり、弁当売りを包囲したりした。私は、何をする元気もなく、 腰掛けの隅に小さくなって、頬骨の出た前の男がムクムクと起きて、窓の外に頭を突き出し、通りかかった駅員と何かを話しているのをじっと聞いていた。記者が、能美平野を横断して、伊吹山のふもとを迂回しながら、大見平野に入っても、探偵も、老王も姿を見せない。前の男は平気でぐーぐー寝ている。私は、 ずきんずきん痛む頭を抱えて、うとうとしだした。極度の緊張から、境外へ、境外から失望へ、失望から死患へ。私は、恐ろしい夢と、金を取り戻した儚い喜びの夢を、夢うつつの境に夢見ながら、琵琶湖のほとりを、ひた走りしていた。大津、京都、 私はおぼろにしか知らなかった。京都を過ぎる頃から、私は少しずつ元気を回復してきた。美しい青田の山城部屋、それに続く雪津部屋の向こうに、くっきり万端の山脈が見えるようになると、野原にまき散らされた家の数がだんだん多くなる。新淀川にかけられた長い鉄橋を渡ると、もう慌ただしい梅園と、油に汚れた 都会の裏町が始まる。午前八時半、記者は音もなく大大阪のステーションに滑り込んだ。探偵も老王もついに姿を現さない。私の前にいた頬骨の出た男は記者がプラットホームの一角に行きかかる自分から窓の外に頭を出していたが、驚いたことには 彼の姿を見て、窓の下へ四五人の紳士風の人たちと、十人に余る白服の巡査が飛んできた。彼が何か言うと、巡査は、さっと二体に分かれて、右と左に走った。ふと見ると、改札口の方にも、二三人の白服の巡査が立っていた。さっぱりわけがわからなかったけれども、私は、正然として汽車を降りた。二三歩行きかけると、 肩を叩くものがある。振り返ると、友人の A がニコニコしながら立っていた。おはよう。ご苦労だったね。私は黙って友人の顔を見た。涙がにじみ出た。どうかしたのか、君。友人は驚いて聞いた。許してくれた前。金は取られた。と。 言いかけると、向こうの方から、例の、頬のこけた男が、二三人の人に囲まれながら歩いてきて、私に声をかけた。君、君、悲観しなくてもいいぜ。犯人はわかっているのだから。とら、向こうから、二人来るだろう。君は、どっちが犯人だと思う。彼の指さす方を見ると、大勢の巡査に守られて、 探偵と老王が連れ立ってこちらへ歩いてくる。私には何のことやらさっぱりわからぬ。友人にはなおのことわかるはずがない。彼は気厳な顔をして突っ立っていた。一行はすぐそばまで来た。彼を逃がさないようにしてください。探偵が叫んだ。わしが逃げるものか。お前はわしが金を取ったものと勘違いをして、 しきりに山分けにしようとおっしゃったが、どういうもんじゃ白髪の老人が言った。先生、どういたすのですか先頭に立った警部らしいのが丁寧にお辞儀をして、方骨氏に聞いた。わしは、脅迫事件に知恵を貸してくれというので、こっちの警察から呼ばれたんじゃが、幸いに来る記者の中で、犯人、あるいは、犯人の片荒れかもしれんが、を、 見つけることができたので、名古屋から電報を打っといたんじゃ。で、この二人のうち一人が犯人なのだが、人々は一斉に二人を見た。わしは、こっちと推察するのじゃ。彼は、私立探偵を指した。探偵は身をもがいたが、たちまち大勢の巡査に押さられてしまった。そこで、こっちだが、探偵の始末がつくと、 方ボネシは老王に向かって言いかけたが、老王がたちまち遮った。私立探偵の木村清です。彼はたちまちカツラとヒゲを取った。私はハッと彼の顔を見たが、私の見た木村清とはまるで違った男だった。聡明そうなキビキビした顔つきではあったが。うん、そうじゃろう。方ボネシは満足そうに頷ういた。 そして、あなたは、有名な犯罪学者、坂田博士でいらっしゃると存じます。いかにもそうじゃ。だが、わしは少し説明してもらいたいところがあるて。坂田博士は言った。承知いたしました。実は、私は今回の被害者、A 氏から、同氏の大阪に旅行中の冷則にかかる脅迫事件の依頼を受けたのです。私は A 氏に、 とにかく要求だけの金を、霊則の友人にことづけて、大阪まで持参させることを勧めたのです。そして、私自身、その後をつけるつもりでした。それで、疑いを少なくするために、わざと白髪の老人に変装したのですが、偶然、坂田博士と隣り合わせとなり、いろいろ、話しかけ、かつ、指紋せられたのには、並行いたしました。黙っていれば、格別、 ああ、喋らされては、いかに巧妙な変装でも、尻尾を出します。それは余談ですが、記者中で図らずも、ここにおられる方に、奇妙な同伴者のあることを発見しました。私は、彼の行動を厳重に監視しました。途中で、一度彼は席を離れて、何か仲間に通信でもしたい風でしたが、私が傍らを離れなかったので、果たしませんでした。 私たち二人が席に帰りますと、すでに金包みがすり替えられていたのです。彼はそれを私の仕業だと思ったのです。彼は私を探偵だと思わず、彼と同じく金包みを狙っているものと思い込んでいたのでした。そこで彼は私を社外へ誘い出し、山分けの相談を持ちかけました。その時に語ったところによりますと、彼は、 大阪の脅迫が成功すると、状況しかねて、英氏を伺っていたので、英氏が私に依頼した事件を巧みに聞き知ったのです。そして、その脅迫状が偽であることは、彼自身が出した覚えがないのに調して明らかですから、その使いであるここにおられる方に再び脅迫状を送ったのです。そして、その方が私の事務所に相談に来たのに微行して、 私が留守のためになしく帰るところを、私だと偽証して、部下を警護にやると欺いて返し、それから巧みに変装して、木村の部下と名乗って同社したのです。金を私が盗んだものと信じて、彼は私にすっかり打ち明けて、山分けを迫ったのです。なるほど。そういうわけじゃったか。坂田博士は感心した。 で、先生が彼を犯人と定められたのは木村が聞いた。ささいのことからですわい。わしは、あんたといろいろ話をして、善良な人と推察したので、大型探偵じゃろうと思った。ところが、この人は、たった一度じゃが、こっちの人に上着を脱げと勧めたわい。もっとも、上着に金が入っていることは、後に、二人まで変装した人間が、 ついているからには、何か伺かっとるものはあるに違いないと思って、それとなく図星を指して言わしたことじゃが、その時には、母、はあ、この男は学生の上着の金を伺っとると思ったのじゃ。坂田博士は少しも得意の色を見せないで言ったが、ちょっと息をついで聞いた。わしにもう一つわからんことがあるが、わしは心理反応を研究するつもりで、 金はすり替えられているという暗示を与えたんだが、それが偶然一致したのに驚いた。金は、誰が取ったんじゃろう。さあ、それは私にもわかりかねますが。木村は静かに答えた。これは推測に過ぎないのですが、金はおそらく、こちらの方の手に入った時から偽物だったかと思われます。え、え私は飛び上がった。 これで、休校13時間事件はおしまいである。多分、打足とのお叱りを受けるかもしれんが、もし添っておくのは、金はやはり、木村探偵の推察通り、私の受け取った時から偽物だった。老怪な A 氏は、私たちの計画にたぶらかされはしたが、なお幾分の疑いを抱いて、一方、木村探偵に相談するとともに、 上下に一枚ずつ本物の百円紙幣を挟んだ紙束を私にくれたのだった。私がなんでそれを疑おう私は生まれて初めて持った大金として震えながら受け取ったのだった。事件の後、私と英氏の霊息と木村探偵の三人が英氏と共に彼の応接室で対談した時は面白かった。木村氏は英氏の 偽紙幣を極力非難したのだ。あれはいけません。場合によっては犯罪を構成します。そんなことないがな。A 氏はテカテカした額を叩きながら答えた。脅迫されて出したんやさかい。偽でもかめへん。ですがね。木村は押しつけるように言った。あの場合はまあ脅迫した奴が捕まったからよいですが、もしそうでなかったらですね。 冷則は、監禁せられていたのですよ。なんと有益な嘘だ。木村は、A 氏に、真相を話さなかったのだ。そこへ、偽札なんか持っていったらどうです。冷則も使いに行った人も命が危ないじゃありませんか。そうないに言わんでもええがな。向こうも一生懸命や。慌てとるさかい、偽札でも、おんまや思うてとるよがな。そう行かなかったらどうです。 どうですって、もう済んだこっちゃが。いけません。人道問題ですよ。何にも知らない者に偽札を持たせて、苔血に等しいところへ飛び込ますなんて。押したらわびるがな。わびるではいけません。相当のことをしなさい。相当のことってどうするのや私に謝礼として五千円、この方に五千円、合わせて一万円を出しなさい。えー、えー、そりゃ無茶やが。 この時の、A 氏の驚いた顔は今でも忘れられない。猿が、家中の栗を探って手を焼いたような顔だった。お出しにならなければ覚悟があります。木村は譲らなかった。で、結局、半泣きになりながら、A 氏は、一万円の小切手を書いた。ところで、驚いたことには、木村氏はすぐにその小切手を、 A 氏の礼則に渡して、お父さんから金を出させるときは、もう少し手際よくなさいよ。と言って、ニコニコと、した。